皆さんこんにちは。好きなものは陸軍、嫌いなものは海軍。ゆっくり霊夢だよ。好きなものは海軍、嫌いなものは陸軍。ゆっくりマリサだぜ。そんなことより、この動画なんかめっちゃ雰囲気変わってね。うん。BGM 著作権の関連で、フリー音源の文化を使うとノイズがひどいので、試しに戦争と全然関係ないフリー音楽を使うことにしてみたんだ。ついでだから壁紙も変えたよ。居酒屋とかバーでうさんくさいうんちく語るおっさんいるでしょ。イメージとしてはあんな感じを目指したよ。まあそういうわけだから。響き17年ロックダブルで、おい、冗談はここまでにして、動画を進めていきたいよ。BGM に関して、文化とジャズどっちがいいか、もしくはどっちでもいいか、意見のある人はコメ欄で教えてね。あと、Twitter でもアンケートするので、そちらへの投票もお願いします。説明欄にリンク貼っときます。そして本題に入る前にもう一つだけ。最近、ゆっくり動画の腰つべ広告が剥がされてる件について、少しだけ話させてほしいよ。この件に関しては、本チャンネル的には非常に致命的な問題だと考えているよ。というのも、広告収入から使用費を捻出しているので、広告がなくなるということは、ネット以外の情報は紹介できなくなる、ということを意味するよ。本チャンネルでは、今のところ IRA 以外の動画広告は剥がされていないけど、今回の動画がどうなるかはわからないよ。仮に広告が剥がされた場合には、誠に遺憾ながら生声での解説をせざるを得ないよ。キモいね。そういうわけなので、皆さんにも私のキモい声を聞く覚悟だけはしておいてほしいよ。こればっかりは私にはどうしようもないので、ご理解いただきたいと思います。さて、長々とお話ししてしまって申し訳なかったね。今から今回の本題に入るよ。今回のお題はこちら。情報遊撃秘密戦。陸軍中の学校、スパイ養成所の実像、だよ。マリサは、陸軍中の学校って聞いたことあるかな？あるのぜ。小野田少尉のやつでしょ。そうそう、それだよ。一応説明しておくと、小野田少尉っていうのは、ルパング島で30年潜伏していた日本軍将校で、降伏したのは1974年だよ。それで、この人実はただの少尉じゃないんだ。小野田少尉は、中野学校で遊撃戦を学んだ軍人だったんだ。すべての友軍が玉砕したとしてもなお生き延び、残機庁舎となり情報収集を行うとともに、敵後方を撹乱するという任務を帯びていたんだ。このような任務のため、小野田少尉は遊撃戦を続行したんだね。この小野田少尉が日本に帰還したことで、今回の本題、陸軍中の学校は有名になったんだ。なるほど。今の話を聞くに、中野学校っていうのはゲリラ戦教育をしてた学校なのか。まあ、半分は正解だよ。でもね、遊撃戦要員の育成は中野学校の一面でしかないんだ。ところでマリサ、ジョーカーゲームって小説知ってる？漫画化されたり、ちょっと前にアニメにもなってるんだけど、名前は知ってるのぜ。情報戦とかスパイのやつだよな。うん。あれね、中野学校がモデルなんだよ。中野学校では、遊撃戦教育も言っていたけど、そもそも本業は諜報員の育成なんだ。ということで、ここからは中野学校の歴史について説明していくよ。時は昭和12年、品事変勃発の年。岩黒秀夫中佐がことの始まりだったんだ。なんかこの写真どっかで見たような。そう。登戸研究所の時にも出てきたよね。この人は秘密工作の第一人者だから、それで、中佐は参謀本部に、情報謀略の科学化、という意見を提出したんだ。科学化っていうのはどういう意味なのぜ？まあ、平たく言えば合理化だね。これまでの陸軍秘密戦は、統一的な教育機関なしに、憲兵や各国駐在武官や、いわゆる情報将校という人たちによって行われていたんだ。
古くは日露戦争の明石元次郎、有名どころでは関東軍のハルビン特務機関なんかがあるよ。しかし、岩黒中佐はこのような体制では現代秘密戦に対応できないとして、その統一化、合理化を目指したんだ。こうして、陸軍省主導のもと、1938年3月に、防潮研究所として発足したよ。あれ、なんで参謀本部に提出したのに陸軍省管轄になってるんだ。それはね、どうも参謀本部は中佐の提案に乗り気じゃなかったらしいんだ。なるほど。こうして作られた防潮研究所は、九段下の軍人会館となり、愛国婦人会本部別館を間借りして設置されたよ。ちなみに、1年後に広報勤務要員養成所という名前に変わるよ。この後、中野電信隊の跡地に移転したんだ。移転先が中野だったから、中野学校と呼ばれてたんだね。ちなみに、通称号は東部第33部隊だよ。また、入校1期生は中野への移転前後で卒業し、世界に派遣されたよ。中野学校ではスパイを養成したと言ってたけど、具体的にはどんなことを教育したのぜ。うん。そこを説明しないといけないね。でもその前に、まずは中野学校生徒の区分や募集等について説明するよ。中野学校には、公主学生から母主学生までの6種類があったよ。これらの中で、実際には入校実績のない、紙面上だけの制度があるので、それらの説明は後回しにするよ。実際に実施された教育課程は上の3種類だよ。この中で、中野学校の主軸生徒は兵士学生だよ。まずは兵士課程について説明するよ。それでは、中野第一期生の選考要領を見てみよう。まず、陸軍省から予備士官学校に秘密戦に適切な生徒の選考を依頼するよ。ちょっと待ってくれ。予備士官学校って何なのぜ？予備士官学校っていうのは、公士官部候補生、いわゆる高官を教育するための学校だよ。高官についても説明するね。公士官部候補生は、簡単に言ってしまえば大学、高等学校その他該当教育機関の卒業者等を対象にした、予備士官教育制度だよ。また、技術、経理商工に関しては実用学校、現行用高校等、まで範囲を引き下げたよ。今言った条件を満たす者は、徴兵時に公士官部候補生になることができるよ。これを選択すると、最初の4ヶ月は普通にみんなと一緒に入営して兵卒をやるんだけど、その後は予備士官学校へ行って将校教育を受けるんだ。これは、早い話が長い間戦闘を続けて、下級将校が足りなくなったから、ガンガン将校教育しようねって制度だよ。学徒動員の裏にはこういう制度があったっていうのを覚えておいてね。学徒動員によって徴兵された大学生等の高学歴者は、官校となって下級将校の供給元となったんだ。言うほど学歴と軍務に関係ってあるのか。まあ、理系卒人材を片っ端から技術将校にできるってのは良い制度だよね。文系学生も、学のない新兵よりは物覚えがいいわずなので、インスタント将校を作るには彼らを選ぶしかなかったんじゃないかな。まあ戦争で一番足りなくなるのは小隊長、中隊長クラスの将校だから、仕方ないね。さて、話がそれたよ。中野学校の兵士学生は、この予備士官学校で適当だと思われるものから選抜されたよ。こういう秘密戦みたいな重要なことを、そんなインスタント将校にやらせていいのか。そこが中野学校の面白い部分なんだ。中野学校では、秘密戦を行う観点から、軍人としての才能よりも、民間人に溶け込む才能を欲したんだ。さらに、当時の大学生といえば超インテリ、彼らのような頭の切れるもの、語学堪能なものこそが諜報員にふさわしい、と考えられたんだよ。実際、予備士官学校以外からも採用するようになった45年の時点でも、入学者の9割は大学等の学歴を持っていたようだね。また、採用条件で興味深いのは、中野学校入学の是非は強制ではなく、本人の意思が尊重されたという点だよ。つまり、命令による入学の強制は行われなかったんだ。
この理由は、秘密戦は孤独かつ名声や武勲の生まれる余地のない戦いであることから、本人の強い意志なくして諜報員は務まらない、という考えからだよ。この方針は徹底していて、入学後に中退、現隊へ戻った者もいるよ。以上が兵種学制の説明だよ。入学実態のない制度については、尺の都合から説明しないけど、文章にして載せておくね。次に、教育内容について説明するよ。通常の軍隊が常在戦場の構えで生活するのと同様に、中の学校も、常に秘密の中に身を置いていたよ。そのため、中の学校は陸軍通信研究所という名前で呼ばれ、旧通信部隊跡地にいることも合わせて、旗から見たものは秘密戦部隊だとは到底考えつかないようになっていたんだ。これは内部の軍人に対しても同様で、参謀本部や陸軍省などの関係者以外には知られないようになっていたよ。また、生徒、職員合わせて全員は長髪、背広着用で地方人のような格好をしていたよ。そのため、家族にも嘘をつかなきゃならないわけだけど、見かけがどう見ても軍人ではないので怒られた、なんて話もあったらしいよ。教育については、陸大の教官がやってきたり、登戸と学校から秘密資材の運用方法についてレクチャーを受けたりしたようだよ。その他、実際に飛行場に夜間侵入する訓練や、登戸と県資材の秘密陰気を使った訓練、同じく資材の軍用兼用のホルモン剤を巻いて犬から逃げる訓練なんかをやってたようだよ。また、武術としては空手をしていたみたいだね。面白いところでは、授業で習った解錠術で四方の鍵を開けて、食料を盗んだ、なんて話もあるらしいよ。思想等についての統制もなく、英会話が推奨されていたり、天皇制について議論していたりと、自由な空気だったみたいだね。ただし、勘違いしてほしくないのは、だからといって精神教育がおろそかにされたわけではない、ということだよ。みんなもここまで見てわかった通り、秘密戦部隊に求められる能力は、通常の戦闘部隊に求められるものとはまるっきり違うんだ。したがって、精神教育の形態も変わってくるんだ。中の学校では、名誉や武勲を求めるな、人中報告の軍人精神で、日本のためのステージとなれ、というようなことを教育していたよ。中の学校生徒は、簡単に死ぬな、生き延びることこそが任務であると叩き込まれたんだ。これは一見人道的に見えるけど、その実非常に残酷だよ。戦記物をよく読む人はわかると思うけど、激戦地の兵隊は基本的に死に急ぐよ。食料も水もなく、戦友もいなくなり、弾もない。そんな中でただ一人生き延び、敵を攻撃し続けることがどれだけ困難なことか。硫黄島やフィリピン、沖縄での持久戦は、まさしく身の毛もよだつね。降伏も自殺も許されず、戦える限り戦って死ね、という命令だからね。こうしたことを、中の学校では生徒に教え込んだんだ。またその一方で、姿勢の精神も重要だとされたよ。これは、暴虐という汚いことをするからこそ、姿勢を持って取り組まねばならない、ということなんだ。具体的には、情報提供者や、敵側に潜む第五列の人々と関わるとき、お互いの信頼こそが最も重要なんだ。だからこそ、姿勢を持った取り組みをせねばならない、ということなんだね。さて、そんな中の学校出身者が関わった秘密工作について、少しだけ説明するよ。尺の問題で、全部は紹介できないからね。今回紹介するのは、ジャワ島でのラジオジャック工作についてだよ。何それは、F 機関とか光機関とか言ってもみんな多分知ってるので、ちょっと珍しいところを紹介するよ。戦争初期の乱印作戦時、日本軍がジャワ島に上陸したのは周知の通りだね。さてこの時、担当の第16軍には中の出身者が配属されてたわけなんだけど、この人たち、とても悪いことを思いつくんだ。それはね、ジャワ島のオランダ側ラジオであるバンドン放送局のラジオ放送を、フランス領サイゴン放送局からの電波で制圧してしまおうという計画だよ。制圧？うん。バンドン放送局から放送されることが予想される、施設破壊命令や日本軍の進撃情報と異なる、偽情報を混在させることで、施設破壊を阻止するとともに、オランダ軍を混乱に陥れるのがこの作戦の目的だよ。
作戦実行のため、フランス側にサイゴン放送局の使用許可を得た日本軍は、バンドン放送局のアナウンサーそっくりの声質のものをすべて揃え、オランダ側スポークスマン役や、総督役まで用意したよ。その他大量の人員を投入してことを進めたよ。ちなみに、バンドン放送局は周波数が、12260kHz、キロサイクル。出力は 1.5kW だったよ。これに対し、我がサイゴン放送局は出力 12kW、周波数も同一に調整されていたよ。作戦としては、16軍上陸と同時に航空戦力がバンドン放送局を粉砕、ここにサイゴン放送局がそのまま入れ替わり嘘をばらまく、というものだよ。えげつないこと思いつくな。このために、バンドン放送局の番組構成まできっちり研究済みだよ。そしてついに16軍が上陸。第5航空軍はバンドン放送局に爆撃を加えたよ。しかし、バンドンの放送は止まらなかったよ。爆撃失敗しとるやんけ。そういうわけで、サイゴン放送局の諜報員は困ってしまったんだ。とはいえ、何もしないんでは意味がないから、とりあえず同一周波数でラジオを送りつけることにしたよ。すると、こちらのラジオとバンドンのラジオが混信して電波障害を引き起こしたんだ。これは数十キロ先の通信帯でも同様だということから、どうも通信妨害に使えるぞ、ということになったよ。そういうわけで、バンドン放送局破壊までしばらくの間、この妨害電波攻撃を加えることにしたんだ。しかし、いつまで経っても攻撃が成功しないので、仕方なしにサイゴン放送局は近似周波数によるラジオ発信を開始したよ。何しろバンドンに比べて、サイゴンの方が全然出力が大きいから、この放送は効果的だったようなんだ。バンドン放送局は、自分たちこそが本物で、日本軍が偽放送をしているという放送をしきりに放送しだしたよ。もうこの段階で作戦成功だね。さらに面白いのは、ニューデリーのイギリス放送局が、日本軍がチラチャップ岬に上陸した、という放送をしだしたんだ。しかしこれ、サイゴンの偽放送が発表したものだったんだ。つまり、オランダだけじゃなくイギリスまで騙されたんだね。さらに面白いのは、作戦後大本営が、チラチャップ岬への独断上陸に抗議してきたことだよ。一周回って味方まで欺いてたんだ。出力強すぎ。このような、一風変わったユニークな作戦にも中の出身者は関わっていたよ。他にも、イギリス軍インド兵をどんどん降伏させてそのままイギリス軍にぶつけたり、痛快なことをたくさんしているね。さて、尺の都合で諜報謀略に関しての紹介はここまでとするよ。次に、中野のもう一つの顔、遊撃戦について軽く話すよ。遊撃戦は、主に中野学校二俣分校にて教育が行われていたよ。小野田少尉もここの出身者だね。他にも、ベトナム軍クアン外陸軍中学の教官になった谷本少尉とかもここの出身だね。中野仕込みのゲリラとやり合うとかすごいや。クアン外陸軍中学、基本的に教官全員日本軍人なんだけど、これ完全にフランスからしたら嫌がらせで笑える。さて、話を戻すよ。そんな遊撃戦要員は、太平洋各地で戦い、人知れず散ったんだ。その中で、特に有名な話を一つ紹介するよ。それが、沖縄への空挺特攻。いわゆる儀列空挺隊だよ。この部隊はもともとサイパンの B-29 基地を襲撃する部隊だったんだ。そこに、サイパンへの残機長者として中野出身者10名が臨場したよ。また、爆撃機で直接敵基地に強行着陸するという性質から、パイロットには敵 B-29 の奪取及び帰還という任務が課せられていたよ。まあ、これはもう半分やけくそというか、少しでも生きる可能性を見出してやろうとする上官の気持ちが伝わってくる任務だね。しかしもろもろの作戦事情によってサイパン襲撃は中止。紆余曲折を経て沖縄の米軍飛行場が目標となったよ。そして1945年5月24日、儀列空挺隊は機関弾銃と大量の爆薬で武装し、出撃したんだ。この部隊、一般に特攻部隊と呼ばれてるけど、中の要員は積極的に生存を優先しているし、空挺隊要員も、任務達成後、可能であれば遊撃戦に移ることになっていたようだよ。実際には兵員は全滅してしまったようなんだけど、
明らかにただの捨て身の攻撃ではなかったんだね。特に、中の要員は飛行場近隣にすでに展開していた、護教隊と合流する予定だったとも噂されているよ。この部隊は、土地勘のある現地少年兵と中の要員で構成されていて、遊撃戦を行っていたよ。中の出身者の遊撃戦の話は他にもいくつかあるんだけど、今回はあえて義烈空挺隊を選んだよ。理由は、隊長の奥山大佐が、去年26歳というのに衝撃を受けたからだよ。中の学校関係ねえじゃん。まあそうなんだけど、部隊運営含め、4年後の自分には到底こんなことはできないなぁという衝撃を受けたよ。さて、そんなわけで今回の話のまとめに入るよ。今回の話のまとめとしては、陸軍中の学校は陸軍秘密船の科学化のために作られたこと。より近代化された秘密船教育を行っていたこと。その一方で、遊撃船教育も言っていたことなんかを知ってほしいと思うよ。本土決戦にあたっては中の学校本校も遊撃戦を行う予定だったことや、米軍進駐に際して中の要員が山中でいつでも戦闘できるように潜伏していたこと、戦後の自衛隊には、中の寄り屋米陸爆第二部別班とかいう組織があることとか、いろいろ話はつきませんが、この辺でおしまいにします。最後までご視聴ありがとうございました。